皆さんこんにちは、今日の簡単ストレッチはですね、リクエストがありまして猫背の矯正トレーニングということで、簡単なトレーニングをですねまた紹介したいと思います。まず猫背っていうのは基本的に、胸がですねどっちかというと前に入って体がこういう感じになっちゃった、こういう形の姿勢ですね、こうなってしまう。これ結構ですね、猫背の方っていうのは肩こりとも密接な関係があるので、猫背の方は結構肩こりの方が多いと思います。ということでそれのところもほぐしながらということですね。もう一つもう一回ポイント言いますけど、胸がどっちかっていうと中に入った感じ、お腹が縮んだ感じですから、背骨よりも自分の肩が後ろにあるかないか、こうなってるのかこうなってるんですね。これを意識するだけでも全然違います。普段立ってる時に、まあ何もしながらこういう形なんだけど、自分で常に意識してちょっと胸を上に持ち上げるような形で立ってる、これも全然違います。これを意識するとこの体幹がまた、さっきの何も意識してないのとグーってした時の腹筋と背筋の使い方が全然違うので、もうちょっと試してみてください。はい、ということで、まずね、ストレッチから、したいと思います。まずはちょっとあの体側の、まあ、肩甲骨をこう動かすんですけど、体側横に反るような形のねストレッチからいきます。まずは、片方で上げますね。足はごめんなさい、腰幅ぐらいに開いて上げます。でその手首を握ります。で上に持ち上げながらずっと横に倒していきます。10秒から20秒ですね。で10秒経ったとします。戻します。今度反対を引っ張り上げながら横、これも10秒から20秒ですね。これを左右に、2から3セットぐらいやってください。はい、で今日はですね椅子を使ってやりたいと思います。で、座面があって背もたれがあるとちょっと手を動かしたりするんで、できるだけ丸椅子みたいな何もない形で今日やってみたいと思います。横の方が見やすいんで横になりますね。こういう形でねまず立ちます。で、何をするかといったらですね、さっき言った姿勢をまずこうやって意識します。こうなってるのではなくてこういう姿勢ですね。いいですか。はい、でさっき言った肩甲骨を動かすんですけど、肩甲骨が動くっていうのは、前もちょっと一回やったと思うんですけど、まずね手をね前にこういう形で合わせますね。そのまま上に持ち上げていってまっすぐ、そこから肘を横に開いてきて開き切って下ろしたらまた前に持っていくんですけど、このままねまっすぐ上げて万歳、その時にこうなってるんですね、しっかりと伸ばします。この姿勢から肘が自分の体よりも後ろの方に来るように持ってきて前に、これをですね、そうですね、時間があれば20回ぐらい、なければ10回やってみてください。はい、で今度はですね、両腕を引き上げる、手をですね後ろで組みます。手のひらが上側を向くようにしましょう。でこのまま胸を張ります。そのままですね前に倒れていきながらぐーっと腕を前の方にぐーっと行けるところまで伸ばします。で静止です。これもやっぱ10秒から20秒。はい、戻します。もう一回言いますけど、できるだけ背中が丸まんないように胸を張ったまんま行けるとこまで倒してる。そうですね、これを静止を10秒から20秒やってみてください。今が倒しですね。はい、最後です。もう一回
います。今度は腕は下の方に伸ばされる。で、今度は胸を張りながら顎を斜め上に持ち上げていくように胸を張っていきます。いきますね。このままぐーっと10秒間ぐらいですね。で、息は止めない。ゆっくり吐いたり吸ったりして、また楽な姿勢を取る。はい、もう一回いきますよ。ぐーっと伸ばしていきます。はい、戻します。はい、これも10回ぐらいやってみてください。で、やった後に、立ってみてください。その時の姿勢がね、さっきと比べて、まあ、ちょっとさっきのやってませんけど、自然と体がこう前に行ってますです。これだけでも全然違いますので、今やった3つのパターン、ストレッチでやったら4つのパターンですけど、これをいつも続けてみてください。そうすると、必ず改善されていきますので、頑張ってください。はい、じゃあ今日はお願いします。